はいどうも、皆さんこんにちは。今日5月の19日、日曜日です。今日、スポーツレクリエーション祭りということで、100m と 200m に、出てきました。その結果の報告になります。でですね、もう結果から言ってしまいましょう。で、 100m は12秒81ということで、これはね、向かい風 1.5m っていう条件だったんですけども、まあ、前回のね、13秒2よりは上がってるんで、まあいいかなと思います。で、200m がですね、これ 200m は僕は自己ベスト25秒55が自己ベストなんですけど、それをね、更新したくて狙って結構前半から行ったんですけども、ちょっと及ばずで、25秒、78という記録でした。これはね、プラス 1.5m、追い風 1.5m っていう状況だったんですけども、どちらかというと横風で、スタートしてから、前半がですね、結構の向かい風だったんですよね。だからまあ風の影響プラス 1.5 あったんですけども、まあプラマイゼロぐらいの感じでかなと、まあ、そんな風に勝手に自分で思ってるんですけども、ちょっとね、及ばずという形でした。で、まあ、内容だったんですけども、100m はですね、ちょっと新しいスタートの方法を自分でいろいろと考えながら、自分で考えながらというか、いろいろ教えてもらって試してやっていて、スタートはスムーズに出れたんですけど、その後、まあ、ちょっとね、トップスピードに行くまでの動きが、まあ、ちょっとあまり良くなくて、で後半もね、やっぱりちょっとスピードが落ちてしまったんで、まあいろいろね、今後課題はありますけども、次につながるような内容のレースだったかなというふうに思います。まあ、そうは言ってもね、スタートスムーズにいったって言っても全然激遅なんですけど、だから、まあ、言ってみれば全部が課題になっちゃいますけどね。スタートも課題だし、中間も課題だし後半疾走もね、課題になってくると、まあ、そんな感じで、まあでもね、本当に課題があるっていうことはまだ伸びしろがあるというふうに思ってますのでね、次のね、試合に向けてまた頑張っていこうかなと思ってます。はい。で、200なんですけども、200はね、これもちょっとね、 100m の結果を報告して、ちょっといつもいろいろ教えてもらっている北海道の小葉弘くんに、結果を報告して、で 200m は最初の 100m 入りの 100m を13秒0ぐらいで、行ってくださいと、言われました。で、ちょっとアップの時に自分でね、計測して13秒1ぐらいのタイムで前半の 100m が走れたんですけど、それをね、なるだけそのタイムのまま少しリラックスして、そのタイムが出るような走りをしてくださいって言われたんですよね。で、まあそれは頭じゃ分かっていたんですけど、まあ、とにかく、スタートしてからの最初がね、向かい風だったんで、なかなか思うように加速ができなくて、それでも前半からもうとにかく行こう行こうっていう気持ちで、行きました。後半はね、かなり失速してしまったんですけども、でも今までずっとね、その姿勢とか、後半の区間での動き作りっていうのをずっとマーカーとか使って練習してきて、少しはそれがね、できるようになってきたので、かなり失速はしてしまったんですけども、まあ、200もほぼ専門の練習っていうかはしてなかったんで、まあ、このタイムでね、まあ上出来かなと思ってます。はい。まあとにかくね、前回のレースよりも100も200もタイム上がってますので、少しずつ少しずつね、このまま上げていこうかなっていうふうに思ってますんで、まあ次の試合は6月の、16日の、山梨マスターズが約1ヶ月後、次の試合になるんですけども、まあ、それまで1ヶ月間、しっかりね、スタートと、トップスピードまでのつなぎ、あとはもう後半区間でのね、ちょっとフォームなんかも、あと腕の振り方も少しね、いろいろ、変えて、やっていこうかなと思ってますんで、次もね、頑張ってやっていきたいと思います。ということで、とりあえず、今日のですね、レースの報告になりました。とにかくですね、皆さんね、本当にいつもいろいろとアドバイス、をくれたりとかして、それがですね、本当に僕の力になっているので、本当にね、皆さんには感謝してます。特に、北海道の、小葉弘くん、
本当にいつもね、いろいろありがとうございます。メニューを考えてくれたりとか、いろいろね、まあ、こうしてください、ああしてください、これやっちゃいけませんとかね、そういうなんか僕の、性格を知って、その上でね、いろんなアドバイスを、くれるので本当にね、ありがたいなと思ってます。まあ、誰のためじゃなくて自分のためでね、走っているんですけども、本当に皆さんにね、今年は、いい報告ができるように、まあ、僕もね、また、一から頑張って、やっていきますので、またこれからも応援よろしくお願いします。ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもね、本当にいろいろありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。今日だけは許してください。いただきます。おいしい。